こんにちは。はい、どうも皆さん、こんにちは。ピースケスです。今回なんですけども、皆さん、ペーパークラフトってご存知ですか？前回ね、前回じゃねえな。全然前回じゃないな。ちょっと前の動画でね、カワウソを、ペーパークラフトで作りまして、ちょっと動画にしてるんですけども、今回、ちょっとそれをね、またペーパークラフトをやっていこうということで、今回作っていくのが、こちら。よいしょと、はい、こんな感じでね、ふい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 、はい、こんな感じでね、はい、今回めちゃめちゃ用意してあります。ちなみに、これはね、どういうものかと言いますと、水色のドラゴンかな。うん、ドラゴンなんだけど、ちょっと画像っぽいっていう、うん、こんな感じのドラゴンなんだけど、それをね、作るためにはね、まあ、このぐらいのね、パーツが必要ですよっていうような感じでね、全部印刷してきたんですけども、今回ね、これをシリーズみたいな、うん、なんて言えばいいんだろう、まあ、毎動画でね、例えば頭、首、胴体みたいなね、翼みたいな感じでね、まあ、何、やべえ、語彙力、まあ、シリーズのものみたいな、うん、パート1、パート2、パート3みたいな感じで、はい、順次完成させていこうかなっていう感じにしようかなと思ってます。はい、ちょっと語彙だな。で、まあ、とりあえず今回はこちらですね。まず1枚目の紙、こちらのパーツを、まあ、切り取って組み立てるとこまでね、やろうかなと思います。それでは視点移動、ボン。はい、ってなわけでね、いつも通り、このカッターマットと、デザインナイフをね、使ってね、やっていこうかなと思います。まあ、とりあえず、まあ、パーツカットは全カットで。はい、ではね、無事こんな感じでね、すべてのパーツ、まあ、頭の部分だけなんですけども、切り終えましたので、組み立ての方に移っていこうかなと思います。意外とね、組み立ての作業が一番大変だったりするんだよね。細かいんだよね、山折りとかね、谷折りとか、めちゃめちゃ細かい、うん、あとね、糊はね、しっかりつけましょうね。足りないとね、意外とすぐ外れちゃったりするんで、しっかり糊はね、つけましょう。細けー、マジ細けー。オッケー、多分これできましたね。これ多分まだ顔の鼻です。時間かかるね。うんず、何これ、うんず。オッケー、ちょっと顔っぽくなってきたんじゃない。うん、目ついてないけどね。うん、いい感じ、いい感じ。そしたら56のパーツがどっかに、お前かな、これ6だな、これ6だな、こっちか、多分これが5かな。Okay、 これが56だから、まあ、これのとりあえず折り目をつけていくか。 OK、 折り目多分つけ終わったかな。よし、そしたらとりあえずヒレをくっつけますかね。多分それで合ってると思う。 OK、 そしたら今までのパーツのこれはどこに貼り付くんだ。多分ね、そのまま後ろに貼り付くんだと思うんだけど、ここか、あ、多分ここだね。でも多分その前にね、角がつくんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、多分角だな、先。角作るわ。これを先に組み立てようかな。オッケーかな。よし。よし。とりあえず、片図の完成しました。もう片方も作っていこう。よしよしよし、もう片づのもね、はい、無事完成いたしましたということで、待って、どっちがどっちの角だ、多分こうかな、あ、多分こうだ。 OKOK、 とりあえず先角つけていこうかなと思います。 OK、 これでね、無事角がつきましたよってことで、どれだ、さっきの続きのパーツ、お前だ、これをつけていこうか。で、これは多分 OKOKOK、 分かった分かった、 OK かな。よし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 、はいはい、こんな感じ。いいね、いい感じになってきたね。映ってるかな、ピント合ってるかちょっと不安だけど、まあいい感じになってきた。で、今どこまで来たんだ。8まで行ったから、次9のパーツをつけたいんだけど、どこ9のパーツ。下顎、下顎、これだ、これから、お、下顎、これですね、これをつけていきます。 OK かな。 OK、 これでね、下顎がついてね、だいぶだいぶだいぶです。そしたら目つけていくんだけど、12、12、どこ行った、おい、片方の目、おい、片方の目がない。
まずい、赤眼になってしまう。ああ、あったわ。とりあえず目を貼り付けていこう。おっ、OK、これでね目がつきましたね。いい感じ、いい感じになってきましたね。やばいなあ、これむずいなあ。きっつい、きっつい、きっついなあ。これ本当に合ってるよな。合ってはいるんだよな、一応合ってはいるけど、きつすぎるんだよなパーツが。一旦慎重に剥がしてみますね。慎重に、オッケーオッケー、慎重に慎重に。破れた、だるー、破れた、うざー、うーわー、うざー、マジ萎えるんだよね、破れると。これ印刷し直すか。切るわ、うん、切って印刷し直してきます。めんどくせえ、めんどくせえ、めんどくせえ。はい、印刷してきましたよってことで、また切っていきます。あ、俺のミスだ多分、普通にあ、そうだそうだ、俺のミスだ。本当あったら、その14、そう14貼ってあったんだよね、今さっきまでね。14を貼って、15を貼って、16なわけなんだけど、俺は14を貼って、15を飛ばして、16を貼ったから、今、ああなったんだ。ああ。俺のミスだ。オッケー、無事。復元できました。はい、いい感じに戻ったね。復元可能。復元可能じゃない。復元完了ってことで。で、もう今度は間違いないよ。次はね、15のパーツだから、これだね、これ。このパーツだね。このパーツを間違えずにつけていきます。オッケー。ちょっとね、また首が伸びましたね。オッケー、そしたら、さっきミスったパーツね、これ合ってるよね、今度こそ。今度こそ合ってるよね、オッケー。もうミスれないよ、くっつけていきましょう。よし、また首がいい感じに伸びてきましたね。オッケー、オッケー、いい感じ、いい感じ。よし、そしたら、次なんで17なんですけど、これかな、このパーツですね、このパーツ。はい、このパーツをね、つけていこう。オッケー、いい感じ、いい感じだね。かっこよくなってきたね。うん。OK、そしたら次のパーツは、このパーツですね。このパーツ、組み立てていこう。よし、ちょっと伸びた。うん、ちょっと伸びたね。で、ちょっと怖いから、攻略も見てくるわ。あーたー、OK、OK。そしたらね、合ってるわ。いや、普通にいけるわ。腕のね、組み立てに移っていこうかなと思います。まあ、多分数字通りやっていけばいけるんで、やっていきましょう。OK。そしたら、これどこにくっつけるんだ？ちょっと攻略、攻略。いや、本体にくっつけるよりも先にあれっぽいわ。腕を完成させちゃおう。うん、多分そうらしい。オッケーだね。オッケー。無事くっついたんで。わっ、よし、ちょっとルック食いながらやるわ。ちょっと疲れてきたね。ちょっとルック食いながらやるわ。俺これめっちゃ好きなんだよね。オッケー、できたできたできた。はい、こんな感じでいい感じに。はい。てか、ようやく片腕完成しました。オッケー。オッケー、無事、もう、あ、もう、ふわ。もう片方の腕も完成したんで、取り付けていこうかなと思います。よし、オッケー。できた、できた。はい、手が入りました。いや、長かったね。ここまでね、3時間くらいかかったのかな。オッケー、いい感じにできました。いや、これでようやく1枚目を、1枚目、これだけ。で、あと、まあでも、あとはね、言うても、こんなでかいパーツであったり、羽とかかな、羽とね、であったり、いや、多いな、多いな、うん。羽、うん、羽とかね。で、あと、これは台座かな、うん、台座とかであったり。はい、まあ、とりあえず、パート1は以上ということでね。まあ、はい、続報をお楽しみということでね、次回、この続きやりますんでね。はい、チャンネル登録して、待っててください。ってなわけで、ご視聴ありがとうございました。バイピ。